今回の語れ TV は秋の夜長を共にしたいイケメン選手権ということで、富山大学生に好みの選手を選んでもらいました。それではイケメン選手権スタート。こんにちは、カタレ TV です。こんにちは、はい。今回は秋の夜長を共にしたイケメン選手権ということで、好みの男性は1人、男女関わらず選んでいただこうということで。マジか、はい、結構迷う、ね、ちょっと迷うな。じゃあ俺は飯田選手。はい、やばいよね。僕、ホケグチ選手で、はい、近んだ。僕もホケグチ選手ですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ホケグチ選手選ばれたお二人、理由は？やっぱり大事なところで点取って、はい、なんかシュート決めてくれるんで、はい、そういうところとかすごいかっこいいです。イケメンだなみたいな感じ、はいはい、僕一回試合したことあるんですけど、はい、もうなんかもう化け物だなって思って、もうかっこいいこの人って相手ながら思いました、ね。はい、プレーとか見ててもやっぱ安定感あるんで、うんうんうん、それに、まあ、顔も普通にかっこいいですけど、はい、まあ、やっぱりそのキーパーとして尊敬してるんで、うん、やっぱ飯田選手に投票しました。はい、終わりました。なんか一番かっこいいところ、なんだろう、優しそうで、そう、はい、なんか私もなんかパッと見て、うん、なんかすごいなんか穏やかそうだなと思って。歯ですよね。歯がとても綺麗。やっぱ笑顔、やっぱ歯も大事ですけど、やっぱ笑顔が俺この人の方が好きだと思いました。じゃあ この人ですかね。はい、はい、ゴールキーパーの飯田選手で、はい、理由をちなみに聞かせていただいてもよろしいですか。はい、なんか顔が整ってて俳優にいそうだなって感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、それでは皆さんお待ちかねの結果発表です。今回はベスト4を発表したいと思います。まず第4位、背番号2番脇本光成選手です。続きまして第3位、背番号29番進藤誠司選手でした。そして今日はなんと今回のイケメン選手権のトップ2に選手にお越しいただきました。まずは2位13票獲得のこの選手です。登場お願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。背番号3ディフェンダーの大健二です。今回大学生から第2位ということで、はいはい、選ばれたんですけれども、一言感想お願いします。そうですね、まあ、何票入ってるかわからないですけど、まあ、選んでいただいたっていうことはすごく嬉しく思ってます。はい、ありがとうございました。はい、続いて第1位34票獲得のこの選手です。表情お願いします。すみません、はい、そしたら自己紹介の方お願いいたします。背番号1番ゴールキーパー飯田辰巳です。はい、まあ、大学生87人に調査したんですけども、はい、ダントツ34票獲得ということで、一言の感想をお願いいたします。いや、もう人生最初で最後の勲章だと思ってるんで今もすごい幸せをかみしめたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではそんなイケメンお二人から大事な大事なお知らせがあります。お願いします。11月20日日曜日1時キックオフ、対戦相手は SC 相模原です。場所は富山県総合運動公園陸上競技場です。会場でお会いしましょう。この日はホーム最終節ということになります。ではお一人ずつ意気込みの方をお願いいたします。今シーズンのホーム最終節となりますので、たくさんの人に足を運んでいただき、来てくれた人みんなが笑顔になれるように、勝利で終われるように、全力で頑張りたいと思います。1年間やってきたことを、全部出して今年、勝利で終われるように、それで今までやってきたことを、全て出せるようなそんなサッカーにしたいと思いますので、皆さんぜひスタジアムで応援してください。はい、私も会場に駆けつけたいと思います。はい、じゃあ今回のカタレ TV は以上です。バイバーイ。